富学百景は、太宰治の短編小説、随筆。三坂峠1938年7月上旬頃、太宰の身の回りの面倒を見ていた中畑慶吉と北宝志郎が、伊ぶ瀬ますに、太宰の結婚相手の世話を依頼する。伊ぶ瀬の広島県立福山中学校の同期生の弟が、東京日日新聞の記者をしており、そこからたどる縁で、 甲府市に住む石原美智子との結婚話が始まった。美智子は地質学者、石原初太郎の四女で、山梨県立鶴高等女学校の教諭を務めていた。1938年9月13日、太宰は、伊ぶ瀬わすの勧めにより、山梨県南鶴郡川口村の三坂峠にある、土産物野県旅館である、殿下茶屋を訪れる。いぶは7月末頃より、 天下茶屋に滞在していた。9月18日、太宰は、いぶせの付き添いで、甲府市水門町に居住する、石原美智子と見合いを行う。太宰は直ちに結婚を決意したという。11月6日、美智子と婚約。11月16日、甲府市立町の下宿屋である小飛機館に移る。12月24日、美智子は、山梨県立鶴高等女学校を遺願退職。 1939年1月6日、甲府市、三崎町の借屋に移転。1月8日、杉並区の伊ぶ瀬宅で結婚式を挙行。富岳百景は、長編、火の鳥を作成すべく、伊ぶ瀬わ寺の投入する、天下茶屋に3ヶ月間いる間に起こったことを、小説にしている。太宰は、同年9月1日、甲府から三鷹へ転居。火の鳥は、未完に終わったが、 甲府時代に、黄金風景、女生徒、葉桜と、魔敵、八十八や、竹剣団などを表し、愛と美についてと、女生徒の二冊の作品集を上司している。昭和十三年の初秋、思いを新たにする覚悟で、カバン一つ下げて、旅に出た、私は、死のイブセマスジが滞在する、甲州三坂峠の天下茶屋に身を寄せる。そこは嫌でも向き合わなければならないほど、 富士がよく見える場所であった。あまりにおあつらえ向きだとして、富士にあまり良い印象を抱かなかった私だが、旅先での出会いや事故との対話を通し、少しずつ富士に対する思いを変えてゆく。甲州を去る前に見た富士は、これまで見ていた富士とは違った。ありがとうございます。